どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は前に出るだけじゃダメ、前に出るときに気をつけるべきこととなります。トライストリンガーで前に出る必要はあるんだけど、ただ前に出るだけだとあまりに意味がないですよね。ただ前に出るだけだとすぐに倒されちゃったりとか、味方が自分よりも後ろにいるななど様々なことが起きてしまいます。そこで今回はトライストリンガーが前に出るときに気をつけることをまとめていきたいと思います。前に出たいけど出るならしっかりと抑えたいですからね。そのために気をつけるべきことを紹介できればと思います。前に出る際に抜けてるところがないかという視点で見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。前に出るために押さえておきたいのはタイミングですよね。どんなに前に出てもタイミングが悪ければデスになることは多々あります。この前に出るタイミングに関してですが、基本的には高台にいる相手を倒したり2枚以上倒したタイミングが多いかなと思います。ですがこのタイミングで前に出たとしても失敗するときは失敗するんですよね。これにはいくつか理由がありますが、その中でも味方との位置関係が大きく理由として挙げられます。まず前に出るタイミングですが、前衛が前に出て足場の確保や押し込みによって安全が確保された後についていくのが一番安全となります。ですが先に述べた条件2キルと高台だけを徹底していた場合、この前衛を差し置いて自分が最前線に出てしまうということがあります。こうなると本来は前衛が安全を確保するのに比べて後衛が前を張ってしまうので敵の的になってしまうんですよね。前衛がいない場合での後衛は攻めやすいですからね。特に弓となると位置角を取るのは難しいのでより詰められます。これにより前に出たとしてもなかなか安定した前線上げができなくなります。ここで大事なのは前に出るタイミングで後衛よりも前衛が前にいるかがチェックするポイントになります。基本的なチームの陣形は崩さずにしっかりと前に出ることが効果的な前線上げになりますので、焦らずタイミングを見ていきましょう。複数キルを取った時に味方の位置をチラ見するとこの状況を把握しやすくなります。続いて前に出るために押さえたいことは塗りの状況の把握です。前に出るのに塗りと思うかもですが、とても大事なことです。まず前衛は中央を奪うことができた後前線に上がるのが仕事となります。このため足場を整えずに前に出る傾向が多くあります。これにより中央は自陣インクで満たされていないため敵が押し込んできた際足元をすくわれてデスしやすくなります。たかがインクと思われるかもですが、足場が悪いということはスリップダメージや機動力が落ちてしまいます。それだけでデスのリスクが跳ね上がるんですよね。弓で足場が取れた相手を攻撃するとキルしやすいのはこのためです。なので後衛として前線に上がるのも大事ですが、退路を意識して味方が動きやすくなるように塗りをすることはとても重要と言えます。塗りの状況を把握できていれば自然とチームの前線ラインは上がっていきますし、敵の裏取りもしづらくなっていきます。インクで侵入箇所がわかるので気づきやすいですし、何より見るべきポイントが絞れます。足元が整っているだけで相手の行動を制限できるんですよね。これにより容易に押さえつけができることになります。トラストは塗りをするのを忘れがちですが、しっかりと足場を整えてチームが動きやすくなるようにしていきましょう。続いて前に出るために押さえたいことはスペシャルを意識することです。スペシャルに関してですが、前に出るためにメガホンを使うことというのはよくあることかなと思います。スペシャルを切って高台や前線を取ったとしてもその後の押し込みがメイン頼りになるのでエイムの影響が大きいんですよね。ここで外すことが多くなると前を張る上で圧力が減ってしまいます。敵が抜けてくる可能性がぐんと上がります。ここで大事になるのがスペシャルになるわけです。簡単な索敵もできますし敵は容易に近づけなくなります。単純な時間稼ぎ
と思われるかもですが、結構大事なんですよね。さらにこれがカウントを進める最中であれば、リードを取れるチャンスにもなります。またスペシャルを意識することによって塗りの意識も上がります。スペシャルを溜め切るのって結構塗り必要ですからね。塗っている時間があれば、その間に全員も前に出る時間があります。立ち位置にもよりますが、陣形を整えることも可能となります。スペシャルは素早く溜める必要はありますが、前に出るために温存できていない場合は、溜めれるなら溜めたい要素になってくるというところですね。ただスペゾーとかを積んでおかないと時間がかかる部分ですので、スペゲージに注意しながら前に出るようにしましょう。続いて、前に出るために抑えたいことは、抑えをしっかりするということです。抑えの行動はクリアリングも兼ねています。まず前に出るタイミングですが、基本的には自分が取りたい前線ポジションの敵をキルできた時だと思います。ですが、各マップには有利ポジションが複数用意されているので、一箇所取ったところで他のポジションから攻撃が来ます。その状況になると敵に挟まれてしまい、せっかく取ったポジションが無意味になってしまうということにつながります。そのため、一箇所で有利ポジションを取った後はクリアリングも兼ねて、他のポジションにも抑えの行動をすることが有効となります。例えばポイズンミストを別の高台に投げてみたりするだけで、敵の索敵が容易になります。もしメガホンを使う余裕があるのであれば、索敵も兼ねて使うことにより、安心して前のポジションに行くことが可能です。抑えといっても、攻め入る箇所だけではなく、しっかりと相手の防衛箇所を潰すことも意識すると横やりを防げるという流れです。この前に出るタイミングって意外と油断してますからね。よっしゃ突っ込めると思ったらキル取られるというのは多々あります。近くから別の中高鋭武器がカバーに入ってくるということはよくありますので、注意しましょう。しっかりと複数ポジションを抑えれるように意識して前に出るようにしてみましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。前に出るだけじゃダメ、前に出るときに気をつけるべきことはいかがでしたでしょうか。前に出るのは大事なんだけど、前に出るための準備もしっかりする必要があるという話ですね。ポジションを取るだけでは勝てないですからね。せっかく有利ポジションの敵を倒しても、前に出れそうでもそこでデスしたら元も子もありません。確実に前に出るためにデスしたら原因をしっかり分析してみましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。